皆様こんにちは、松岡みやびです。今月は第2章、和音にチャレンジしていきたいと思います。そう言います。こういうふうにガチッとね、折らないようにしてください。2つ目のポイントは一時方向に取ることです。狐の2の指が8時だとしたら、